2022年10月導入。ハイエナできるパチスロ寝台。ハイエナできるパチスロとは、リセット時の天井が浅くなったり、即 CZ に入るなどの恩恵があり、特定のゾーンや周期などを打つと、期待値がある台。10月3日導入予定の寝台。パチスロバイオハザード。B2。天井情報。天井、AT 感染ゲーム。設定、6の機械割り 110%。10月期待の1台。バイオ、鬼武者など、ヒット作が続いている、カプコンシリーズなので期待してしまう。設定6の機械割りが 110% なのでちょっと、寂しい気もするが、安定して出るなら、設定狙いもいけそう。ハードボイルド、天井情報。天井999ゲーム。設定6の機械割り 110%。人気のサミークラシックシリーズ、その中でも復刻一番人気の、ハードボイルド。液晶などは昔をそのまま再現したらしい。技術介入もそこまで難しくない。設定1でも機械割り 100% 以上まったり遊べる台って感じかな。笑うセールスマン4。天井情報。天井580ゲーム。設定6の機械割り 109%。 笑うセールスマン3は朝から一撃満枚など、かなり爆連要素も強かったため、めちゃくちゃ期待の1台、天井が浅い割に結構割れる台なので、リセット恩恵からの大量出玉も期待したい。10月7日導入予定の寝台。ダンマチガイデン、ソードオラトリア、天井情報。天井777ゲーム。設定、6の機械割り 110%。導入も割とあるので、島単位の導入もありそう。北電子の台なので、ジャグラーが強い店なら、設定も期待できたりしないかな。6.4 号機なので狭い、2400枚ではないので注意。魔法少女育成計画。天井情報。300ゲームハマりで CZ 確定。設定、6の機械割り 107%。大枠のランプで奇数、偶数が一目でわかる台。設定2のフル公約なら 103.8% で、メゴ姫級の台に。しかしビタ押しなので打ち手は選ぶが、個人的には、非透過点の設定1を使わない、ホールの青枠はかなり狙い目なんじゃないかな。設定3で機械割りが 104.6%。目押しも2コマなので、実は青枠が狙い目。10月の寝台は5機種導入予定。10月は5機種ハイエナ台として導入。個人的には笑うセールスマンがかなりハイエナできそうな気がするかな。11月にはスマスロの導入もあるので、設定状況は渋いかもしれないですね。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。